皆さんこんにちは。月食会議ベース担当の鳥男と申します。DTM の世界へようこそ。僕は顔出してないんで、ちょっとこういう静止画で、失礼いたしますけれども、はい、こちらのですね動画ではトップラインの作戦についてお話をしていきたいと思います。トップラインというね言葉聞き慣れない方も多いかもしれないんですけれども、何ぞやと。いわゆる、楽曲のメインメロディーですね。まあ曲と言ってもいいかもしれないですね。メインテーマとも言えるかもしれないですけど、まあ一番大事なメロディーでございます。コライトとかの世界だとトップライナーと、インストゥルメント、オケを作る、トラックメーカーっていうのがね大体ペアになって、楽曲を作るようなケースが多いかなと。我々月食会議はですね、全員が、トラックメーカーでもありトップライナーでもあるというね、ちょっと類まれなるね才能の持ち主なので、ちょっとこれ、ね、この先ほどの話とはちょっと違いますけれども、トップラインは、世界的にもというか、楽曲作曲の世界ではすごく重要な、パーツだと思います。はい、ということでね、実際にあの DTM を見ながらですね、ちょっと説明をしていていければなと思っておりますけれども、まずこれ今シンセメロディー、いわゆるこういうっていうね、このシンセのメロディーに置き換えられてるんですけれども、もともとはね、みんなでああでもないこうでもない言いながらラララなんかこう鼻歌歌いながら、作ったメロディーでございます。これがすごく重要なことだと僕は思ってまして、初めからシンセメロディーを打ち込むのではなく、実際歌ってみて、実際に歌える音域なのか、だったりとか、歌って気持ちいい、音階になってるのか、あとはブレスがちゃんとあるのかとかね、ボカロだったらまた別ですけれども、人間が歌うことを想定するのであれば、実際ちゃんと歌えるメロディーになってるのかというのをね、ちょっと検証しながら歌いながらメロディーを作るといいのかなと思ってます。これは歌詞を書くために最終的にメロディー、シンセメロディーに落としてエクスポートしたっていう形にはなってますけれども、それすごく重要なことで、意外とやってない方が多かったりしますね。シンセメロディーを先にパチパチっと打ち込んで、あ、できたって思っちゃう方がいるんですけど、それで実際レコーディングになったら、あ、全然これキーが高くて歌えないとかね、逆に低くて歌えないとか、そういったことになりがちですので、ぜひ、歌いながらトップライン作っていただきたいなと思います。これから、コツなどいろいろこの動画で解説していきたいと思うんですけれども、一番大事なことをですね、個人的に思ってる一番大事なことっていうのは、やっぱファーストインプレッションをすごく大事にしたいなと思ってます、僕は。例えばこれサビのトラックを、みたいな感じでね、流した時に一番初めに思い浮かんだメロディーっていうのが結構重要なのかなと思ってるんですね。っていうのは僕の友人のロサンゼルス出身の外人のトップライナーなんですけど、彼が言ってたすごい名言が、最近ね一緒にコライトした時に言ってたんですけど、初めに自分の頭に思い浮かんだ一番初めのトップラインは心から出たもので、それ以降に出てきたものはもう頭で考えたものだって言ってたんですね。なんかこれすごい真理だなと思っていて、その気持ちはすごく大事にしたいなと思ってるんで、僕はやっぱファーストインプレッションに出てきたメロディーっていうのを基本的には採用するというか、大切にしてますね。皆さんもそういう意識でちょっと取り組んでいただけたら、何かね、いいんじゃないかなと思ってます。そしてですね、メロディーを作る上で、やってはいけないことなどご説明できればいいなと思うんですけれども、やっちゃいけないことっていうのは基本的にはないんですが、盗作ぐらいですかね。盗作というか、無意識に盗作しちゃうこととか結構あるんで、本当注意が必要なんですけど、というのはやっぱメロディーって、無限
ではないというか有限なものではあると思うんですね。で実際にやっぱり過去にね、今 何万曲 何百万曲とかね、多分たくさんの楽曲が、作られている中で、似ていないメロディーっていうのを作り出す方が逆に難しいかなと、思ってまして、自分が自信を持って作曲したと思っても実は他の曲で全く同じラインがあるっていうのはね、よくあることで、そういった事故を防ぐためにね、まあ僕は結構ダブルチェックトリプルチェックはしてますね。なんかまあ人に聞いてもらうっていうのも一つの手だし、まあ他にね、まあ便利なアプリなんかもあってですね、まあサウンドハウンドとかね、鼻歌でちょっと楽曲が検索できたりとかするアプリがあったりとか、あとはヤマハさんが出してる歌っちゃお検索とかね、メロディーを歌うと自動的にまあ近いメロディーのもの、それはもともと用途としては楽譜を、自分が探してる曲の楽譜を探すためにまあヤマハさんが開発したやつなんですけど、それをまあ逆に流用してまあメロディーを歌って近いメロディーがあるかどうかとかっていうのはまあ気休めに過ぎないですけど検証したりしてますね。その辺は気をつけた方がいいかなと思います。続きましてですね、コード進行との親和性ね、どのように考えているかと。結構初心者が陥りやすいアプローチで言うと、例えばですけど、なんだっけ、なんかよく本当に曲作りたての人がやっちゃうやつは、やっちゃうやつってやっちゃいけないわけじゃないんですけど、コードってこうやってルートって言ってね、まあ、ベースラインの音があるんですけど、コードをどんどん追ってっちゃうメロディーとかね、結構初心者にありがちだなと思いますね。例えばなんかなんかみたいな、なんかすっげえすごいまっすぐなねメロディー出ちゃいましたけど、まあルート音とボーカルのトップラインは僕は結構基本的にはあまり同じユニゾンにならないようにっていうのは気をつけてやってますね。というのは、先ほどざっくり弾いたんですけど、さっきみたいにね、すごくまっすぐな感じになるんですね。まあ例えば童謡とか、まあそういう感じの雰囲気というか、エモさがないというかね、子供の楽曲とかは結構そういうルート音とメロディーが融通してることとか結構あるんですけど、なんかそういう風なまっすぐな印象になりがちなので、そこは気をつけてというか無意識的にそうやってますね。結構ベーシストのトップライナーというか曲を作る人はなんか 無意識的に結構避けてる人が多いっていう話をね結構聞きますね。まあもちろんメロディーとルート音がユニゾンしてるっていうことが悪いこととは限らないんですけれども、まあそういう傾向になるよっていうことだけね、頭のにまあちょっと入れといていただけるといいのかなと思います。そうですね。まああとはメロディーは、まあ音色決める上で気にしてることなどね、まあちょっともう少しご説明していきたいと思いますけれども、まあ本当にセオリーですけれども、一般的な J-POP というかポピュラーミュージックはね、まあ A メロと、まあたまにないけど B メロ、そしてサビというね形で構成されていると思うんですけれども、サビに一番高い音を持っていくっていうのがまあやっぱりセオリーではありますね。チューっていうのが多分この曲で最高音なのかな。 E が最高音なんですけど、サビまで一番高い音取っとこうねっていうのは結構セオリー中のセオリーかもしれないですね。まあサビに転調してるんですけど、 A メロ B メロでも美味しいメロディを使いつつ、サビでも美味しいメロディを使うために、サビ前で転調させてるっていう、まあ、ロジックにはなってるんですけど、まあ基本的には最高音っていうのはサビまで取っとこうかなっていうのがね、まあ、セオリーではあるかなと思います。あとはそうですね、まあなんかちょっと聞いていきながら
どんなところにこだわって作ったのかっていうのをちょっと振り返っていければいいのかなとか思ったりしますんで、ちょっと聞いてみましょうか。頭からね、シンセメロディーでお届けします。シュワガールでございますけど。これが A メロですね。A メロ聞いて、いきましたけれども、A メロに関しては、まあ、この間間というか、この辺のね。リズミカルなバッキングに対して、割とポツポツポツっとね、メロディを置いて、いるんですね。そういったところが、その先の展開との、まあ、バリエーションとして、すごくいいのかなと。まあ、A メロらしいと言ったら A メロらしいんですけれども、あんまりこう A メロから言葉をガーって詰めていくっていうよりは、起承転結を作るために頭は、割とポツポツというメロディーをね、どんどん配置してるっていうような感じですね。はい、じゃあその先を切りましょう。ここで急にラップっぽくなるっていうね。まあ、ちょっとイメージしてたのはなんかこうブラックピンク的な、ちょっとフローですね。まあ、近代音楽のフローで言うとこういう3連符多いですね。この、これを見た方がいいかしら。みたいなね。あとはまあこの辺もちょっと面白いリズムになってます。なんかこうで、まあ、トップが上がってくんですけど、同じタイミングでリズムが来てるんでね、ちょっとこう小気味いい感じになってたりしますね。まあ3連符が来て最後に高い感じになってみたいなね。ちょっとまあメロディーとしては結構トリッキーなメロディーになってると思います。ここは結構個人的にお気に入りの箇所ですね。まあ普通のバンドサウンドの感じにはあんまないというか、まあオケもね、ちょっとトラップっぽい、まあ、ちょっと近代ビートっぽい感じになってたりとかっていうのがね、結構面白いかなっていうか、まあ、月食ならではな感じになってるのかなと思います。で、その先もちょっとね、B メロ、これは何メロというんでしょうかね。さっきのが B メロとしたら C メロなのかな。これがまあ短いんですけど、4小節ぐらいのね、サビ前のメロディーになってますね。まあ、ここの面白ポイントとしてはですね、ルーっていうね、まあ普通ここ行かないでしょみたいな感じの、ノートを使ってるっていうのがね。で、まあちょっとこうサビに向けて前段階の助走としては、このちょっとこうミステリアスなねっていうメロで終わってるのはね、次のサビの開放感っていうのを結構演出したり、する一端を担ったりしますね。ちょっと不協和音的なもので終わるっていうのは、割と、まあ、映画音楽とかでよくあるんですけど、まあ、ET とかもよく言うんですけど、まあ、感動するクライマックスシーンの前に不協和音を入れることによって、その開放感によってサビというかクライマックスがより心地よく感じられるっていうね、まあ、そんな手法もあったりするんですけど、まあ、そういった、まあ、要素に近いものになってるのかなと思いますね。このメロディー面白いなと、思います。そしてサビを聞いてみようと思います。はい、今の、まあ、特に特筆すべき点としてはこの辺。同じ感じのフローで切ってるんですね。
って要はリズムがタンタタ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 タって来てるんですけど、割とこう一般的なサビのセオリーで言うとですね、同じメロディーを繰り返すっていうのはサビのセオリーとして、例えば何ですかね、なんかみたいな、なんかこのチャララチャララとかね、なんかこうやって同じメロディーを繰り返す、まあ僕の知り合いのディレクターが言ってたのは3回繰り返せば売れるって言ってましたけど、ちょっとそれはよくわかんないなと思ったんですけど、はい、そういう耳に残るキャッチーさっていう点で言うと、繰り返しのメロディーっていうのはすごい重要かなと思うんですけど、まあこの場合、今回のこのメロディーはね、メロディーが繰り返しになってるわけじゃないんですけど、まあメロディーのこうフローというか、まあリズムがね、タタタタン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 って、まあここまでのメロディーが全部反復のリズムになってるんで、そういう意味ではちょっとキャッチーさっていうのが出てるのかなと思いますね。しかもなんかちょっと天邪鬼なところにメロディーがいってる、こういう。っていう経過音とか、その後がブルーノートとかね、ってまあなってるわけですけど、ちょっとこうジャズっぽいっていうとジャズに失礼なんですけど、そういうような経過音をね、使ってたりとかするのが、いいメロディーかなと思いますね。でその先がまあまた違うブロックが来るって感じですね。まあサビの作りとしてはすごくオーソドックスな感じですかね。チャラララチャララ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 っていうのがまあ A だとするならば、テンテレテレテレテンテレテレテレテンテテテレレってマメロが B で、これがまあ先も続くんですけど、 ABAB っていうのが続いていくようなサビの構成になってますね。頭のキャッチーさをまあやっぱ担保する意味合い的にはちょっとこう後半は若干シンプルというか、まあここも反復が多いんですけど、それとしては結構シンプルなメロディーかなと思います。でまあこれが後半いくわけですけども、はい、という感じでね、ちょっとだけ変わるって感じですかね。サビのメロディーが後半はちょっと変わると、まあ締めの感じがちょっと変わってたりとかっていう、まあシンプルな構成になってますが、基本的にはやはり反復のリズムを使ってたりとか、まあちょっと癖がある、まあ毒が入ってるというかね、まあブルーノート使ったりとかっていうところで毒が入ってたりとかするっていうのが、まあ、毒っていうか、まあ、フックとも言うんですけど、割とこうセオリー通りに楽曲を作るだけだとどうしても引っかかりがない結構つるっとした曲になりがちなんですが、まあ、そういったところに、まあオリジナリティというか、何かちょっと違和感みたいなものがあると結構楽曲として、フックになる、まあ、フックってまあ引っかけるフックのことですけど、になるのかなって思ってますね。まあこういう、この曲で言うとこの辺が結構フックになってるのかな。あとはまあさっき聞いた B メロのちょっと、トラップっぽいアプローチとかね、これね、はい、この辺がですねこの曲のフックになってるのかなって思ったりしますね。はい、ということでね、一通り説明させていただきましたけれども、ロジック的なところ、まあこの我々の楽曲シュアガールという楽曲をベースにですね、どういったところにこだわってトップラインを制作したかっていうようなものをね、なんかまあ僕なりにちょっとご説明しましたけれどもですね、一番冒頭に言ったんですけれども、やはり楽曲作りにおいてですね、一番初めに出てくるメロディっていうのが結構純然たる自分らしいオリジナリティを持ったメロディーだったりするのかなって思ってますんで、その一番絞り的なやつをね、まあ使うかどうかは別としても、やっぱりこう書き留めておくというかっていうのは結構重要だったりするのかなと思います。ね、初めは結構やっぱりこれで本当にいいのかなとか、もっと考えたらもっと良くなるんじゃないかなって、
1,2 週間ぐらい考えて結果よく分かんなくなっちゃうみたいなことが、めちゃめちゃ多いんですけど、自分のファーストインプレッションっていうのをに、自信を持つっていうねことができると、楽曲っていうのは本当に無限にできてくるんで、僕はその自分のハードルが低いって言い方変えればそういう感じなんですけど、ハードルが非常に低いので本当に曲の作るスピードっていうのは早いんですね、と迷いがないので。そうなるのがまあいいのか悪いのか、まあそのすっごい考えて1年考えて2年考えてできた、メロディーがいい可能性も全然あるので、それはもう楽曲によるんですけれども、多産していくってことを考えるとファーストインプレッションっていうのを自分の中で大切にして、いただけるといいのかなと思ってます。はい、ということで、今回はですねトップラインの作成について、ちょっとご説明を解説をさせていただきました。まあ、月食会議のですね、我々は月食会議の、についての情報はですね概要欄に貼っておりますので、そちらをチェックしていただければなと思ってます。次回もですね引き続き楽曲制作について、いろいろ解説していきたいと思いますので、よかったらご視聴ください。月食会議ベース担当の鳥男でした。本日はありがとうございました。失礼します。